左翼、安倍晋三の再再登板なら日本沈没と大騒ぎ。現在、いわゆる左翼の皆様が SNS のツイッターに対して安倍晋三の再再登板なら日本沈没と題したハッシュタグを大量に投稿されておられますが、まあ、この菅政権が発足した後、安倍前相の方が良かったとの声も左翼の皆様から 上がっていたはずでございますけども、この、安倍前首相が、もう一度、総理大臣になるかもしれないとの報道が、ちらほらと出始めたことによって、聖府の皆様、このように大騒ぎをされている模様です。まあ、この、安倍前首相と菅首相の仕事の仕方、安倍前首相は、ある程度時間をかけて、事前に調整を、 なされるタイプでございますが、菅相は必要なことは速やかに実行し、その後説明するという形でございますので、いわゆる左右の皆様には、まあ、対応する時間が与えられず、安首相の方が良かったと感じられているようでございますけれども、この安首相持病の 海洋性大腸炎も新しい薬が効いているようで、一応治療が終了する見込みとされております。まずは左翼の皆様、この安倍前首相が再び総理大臣を目指すことも当然ですね、安倍前首相の権利として認められており、自由に 行えるべきでございますので政府の皆様安倍前首相の権利を尊重していただくようにお願いいたします以上になりますご静聴いただきありがとうございました